おふくろの話では庭で洗濯物干しとって、干しよって僕ら3人兄弟おるから、それは縁側でおふくろの洗濯物見とるんですよ。その時に光と爆風でおふくろも倒れ、洗濯もなくなって、それから僕ら3人が縁側から玄関まで吹き飛ばされとったんです。そしてようやくそのおふくろが気づいて、あの僕たちを玄関のとこ見て、あの2階の階段のそこの中に押し込んで毛布をかぶせたそうなんです。それぐらいか知らない。もうその2、3日うちにもう大黒町に流れて行ってるんですよ、どうなってるかっていうことを。それは僕は背中に追われておじいちゃんとリアカーで行ったそうなんです。それぐらいかな。小さい時の おふくろは喋らんやった、話せんやったとですよ、いろいろと。そういう姉が2人おるから、やっぱ原爆症になったら結婚できんとか、やっぱそういうの頭あったんじゃないかな。60になって苦しみましたけどね。天じゃないですかって言ったら、いや天じゃなかぞと、まあ、別にできとつぞって言われて、いや仕方ないもん、もうっていうことは60になって調べろって言ったって無理ですよ実際と。で証人をも探せとかどうのこうの言ったって無理です。それで一応僕の頭の中にあった分だけ言ったんだけど、ダメですよ。やっぱりおひなさんのようでもう2週間あとピンク、ほらリハビリに、リハビリ、東京の子がもう僕が作ったらすぐ見てる、お医者すごいねとかさ、今はもうそのようにできてるのねと思って、確かろ、ほらこれが家で あれしてるんですよ。戦争っていうのの怖さ、今みんな体験してるか分かるんだけど、これがもし原爆が一発撃ったら終わりですよ。いやそれをやっぱり言いたいね。もう核戦争はもうやめ、戦争反対、絶対もう核はもうロシア語と核のどうのこうので脅しを受けど、それを自分たちが体験したら分かるんだけどね。これだけ今でも80になってるのも苦しんでる人間がおったけんさ、やっぱそれを言いたいね。それけ今世の中おかしいもん、怖い実際言うと。